ドリームワークス、ドリームワークス SKG、ドリームワークス SKG は、アメリカの映画会社、制作会社である。1994年、ディズニーの制作部門のトップであった、ジェフリー・カッツェンバーグが、会長であったマイケル・アイズナーに対して、自己死したフランク・ウェールズ社長の公認へ自選したのを、断られのをきっかけに退社し、映画監督のスティーブン・スピルバーグ、 レコード会社経営者のデビット・ゲフィンを誘って設立した。SKG は3人の設立者、スピルバーグ、カツーンバーグ、ゲファンの頭文字を取ったものである。ちなみに、アミスタッド以降すべてのスピルバーグ監督作品を制作していた一部は他社との合作にあたが、2008年のインディ・ジョーンズ、クリスタル・スカルの王国以降のスピルバーグは、アンブリンエンターテインメントや、 ルーカスフィルムで制作を行うこともある。ヒット作は出るものの、現代の映画会社の経営が、過去の作品の映像ソフト化や、テレビ放映権収入に多くを依存しているのに対し、同社は過去のストックが少ないために経営状態は苦しく、財務体質の改善を目的として、2003年には、音楽部門である、ドリームワークスレコードを、ユニバーサルミュージックに売却。 翌2004年にはアニメ部門をドリームワークスアニメーション SKG とて分社化し、ニューヨーク証券取引所に株式上場した。これにより共同創設者だったジェフリー・カッツェンバーグも退社し、ドリームワークスアニメーション SKG の CEO に就任した。さらに2005年12月にはバイアコム参加のパラマウント映画が16億ドルでドリームワークス自体の買収を 発表、2006年2月に正式合意。ところが、2007年には、バイアコムのフィリップ・ドーマン CEO が、スピルバーグ監督は、不要と発言し、両者の関係は険悪化。2008年9月、スピルバーグは、インドのコングロマリットである、リライアンス ADA グループと、JP モルガン・チェイス証券がメインとした複数の銀行からの出資を受け、元、 パラマウント映画社長と共に、パラマウント映画から独立し、スナイダーが CEO に就任した。しかし、この分離、独立の時期がリーマンショックと重なったため、当初は、リライアンス ADA グループから5億5000万ドル、銀行から7億5000万ドルの、計13億ドルを調達するはずだった計画が、リライアンスからの出資3億2500万ドル、銀行からも、 同額の3億2500万ドルの計6億5000万ドルの出資となってしまった。2009年2月にはディズニーとの配給契約を締結し、2011年公開のアアイ I ナンバー4から実写作品の配給が開始された。ただし、アニメーション作品はこの契約には含まれず、2012年までパラマウントとの契約を継続するほか、実写作品についても パラマウントとの共同政策及び配給されるものもある。戦術のリーマンショックによる影響のため2012年の年明けには資金が底をついて新作の企画開発が遅れていたが2012年4月11日にインドのリライアンスエンターテインメントから新たな出契約を取り付けたと報じた。詳細な契約内容は明らかにされていないがドリームワークスは 今後も年間3から5本を制作する予定。2015年9月にはアンブリンパートナーズとの配給契約を締結し、2017年公開のゴースト・イン・ザ・シェルから配給が開始されたアニメ作品を含まない。これに伴い2016年8月にディズニーとの配給契約を終了する発表があった。設立当初、 日本における配給はユップを通して上映され、ビデオ DVD は CIC ビクタービデオ株式会社、2001年からはユニバーサルピクチャーズジャパン株式会社によって発売されていた。2004年に角川ホールディングスが同社との提携を発表した結果、ドリームワークス関連事業を角川グループが独占できるようになった。映画配給は アスミックエースエンタテインメントが DVD 販売は角川エンタテインメントがそれぞれ担当している。角川エンタテインメントが販売する作品はアスミックなどが発売する方式を追っているがドリームワークス作品のみ一社発売販売体制をとっている。ドリームワークス設立当初に制作された作品に関しても徐々にユニバーサルから角川に発売販売権が移行された。 その後は実写映画を角川映画がアニメをアスミックがそれぞれ配給する役割分担が行われ角川エンタテインメントとの共同配給での公開となったバイアコムの買収により日本でも2008年11月以降の作品はパラマウントピクチャーズジャパンパラマウントジャパンの配給部門配給で公開されており DVD の発売 販売権も二千九年四月十日発売分からパラマウントジャパンへと移行した。しかし実写作品はディズニーとの提携により二千十年以降ウォルトディズニースタジオモーションピクチャーズジャパン配給に変更された。ただしディズニー配給前の作品のソフト化はパラマウントが引き続き担当し同社の日本法人解散後は NBC ユニバーサルエンターテイメントジャパンに 引き継がれている。その一方、アニメ作品は、マダガスカルさんを最後に、日本での劇場公開が途絶えており、全世界の中でも、日本のみ、劇場公開を見送られて、ガーディアンズ伝説の勇者たち、クルードさんちの、初めての冒険、ターボ、天才犬、ピーボ博士のタイムトラベル、ホーム宇宙人、ブーブの愉快な大冒険、トロールズでは、ビデオスルーとなる事態が続いてた。 アニメ作品の配給を担当していた20世紀フォックスの日本法人は2010年代に入るとアニメ映画の日本公開に消極的な傾向となり日本で公開実績のある作品の続編であっても未公開または定常映となっていた2015年3月19日にはヒックとドラゴン2が東京アニメワールドフェスティバル2015で初公開後全国各地で 無料イベントとして上映された。2015年11月14日には、ペンギンズ・フロム・マダガスカル・ザ・ムービーが、シネプレックスで限定上映された。カンフー・パンダさんも当初は2016年夏に劇場公開予定にあったが、ネットフリックスによるネット独占配信を経て、2017年8月26日に、ブルーレイ DVD が発売された。最終的に20世紀。 フォックス映画配給によるドリームワークス作品の劇場公開は実現しなかった。アニメ映画のソフト発売、販売権も2013年11月21日発売分以降は20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパンと移行し、その後ボスベビーからは東方童話が配給する。アメリカではスーパーヒーローパンツマンまで20世紀フォックスが配給。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。